ということで、皆さん、こんにちは。ナンシーです。今回はですね、ニュースと、同時に、YouTube 放送もしています。どううまくいくかわかんないんですけども、うまくいってるかな？うまくいってるかな？うまくいってることを期待して、前に進んでいきたいと思います。大丈夫かな？本当に。ユースト、いけてるね。ということで、本日は、初心者向けに、バイナリーとはっていう内容をちょっと、カバーしていきたいんですけども、これちょっと見てみよう。ちょっと YouTube のね、あれ、ライブ放送の見方がちょっとわかんないから。とりあえず、今回バイナリー初心者へということで、できるだけ早く説明をパパパッとして、10分ぐらいで、バイナリーオプションとはをまとめたいと思います。15分ぐらいかかるかな、もしかすると。ということで、では進んでいきたいと思います。まずはですね、バイナリーオプションとはっていうところ、の前にちょっと説明させていただきたいんですけども、BT オプション、今、2017年10月10日、今日、今週の金曜日まで、出金されたことがないというあなたへ、100%、入金額に対して100%ボーナスキャンペーンを行っています。で、この内容っていうのは、国内送金、銀行振込をした方のみ対象となるので、ぜひ、100%。自分の声聞こえた。ぜひ、参加ください。ということで、それはさておき。では、説明に参りたいと思います。チャットコメントって見えるかな？あ、見えた見えた。よし。では、では、参りたいと思います。バイナリーオプション全然わかんないんだよねっていう方も、あ、サクさんよろしくお願いします。ということで、バイナリーオプションについて説明を簡単にざっと、していきたいと思います。まずはですね、バイナリーオプションとは？っていうところで、What is binary options ですね。バイナリーとは、上がるか下がるかを簡単に、予測、する取引方法の一つなんですけども、初心者にとても人気ということで、その理由をちょっと説明していきたいと思います。いろんな投資ありますよね。例えば FX 投資であったりとか、すいません。不動産投資とか、いろいろありますよね。物件投資ね。とか、いろいろあるんですけど、その中でもバイナリーオプションというのはすごい簡単なもので、いろんな通貨、待ってください。プリンターがちょっと動いてるんで。結構多いですね。ということで、すいません。今、他の業務を行っているので、音がちょっとあれなんですけども。ということで、いろんな投資方法があります。その中でもバイナリーオプションが人気っていうのは、少額、小さなお金から、BT オプションであれば100円から取引ができるということで、入金を、とりあえず最低入金の5000円はしなくちゃダメだけども、その後の取引っていうのは100円からできるので、すごいちょっとしたお金で投資ができて、スタートができるところがすごいいい特徴となってます。では、このバイナリーオプション、どうやって投資、投資というか取引をするのっていうところを説明していきたいんですけども、まずはですね、上がるか下がるかの予想なんですけども、これは、バイナリーオプションでは基本的に通貨ペアをよく提供しているブローカーさんがほとんどだと思います。で、この通貨ペアなんですけども、通貨ペアの、勉強はちょっと後ほどなんですけど、ある通貨ペアを見て、それが上がるか下がるかを与えられた時間、の中で取引をするっていうのがバイナリーオプションです。で、本当に通貨ペアじゃなくても、どんなものでも、本当にバイナリーオプションっていうのは考えとしてはできる。何のことっていうことは 説明をすると、もうボロボロだわ、今日。例えばですね、サムスンの、携帯があります。で、iPhone の携帯があります。この2つを見て、例えば、価値を比べてですね。で、この価値を比べて、あと1分後にどっちの価値が上がってるっていう、何でも価値ってありますよね、ものであれば。その、ものの価値を、上がるか下がるか、あと1分後にこっちがもっと、
高くなっているか、価値が上がっているか、こっちがもっと、価値が下がっているかっていうのを予測するっていう、投資の一つです。なので、何でも別に、例えば、サムスン対 iPhone みたいな感じで、これに対しては1分取引をしようっていうことも、もちろん不可能ではないです。ただ、わかりやすい、FX とか取引をしている人であれば、もっとわかりやすいと思うんですけども、この2つの価値を比べるのに通貨を使っています。で、この通貨を2つを並べると、通貨ペアと呼んで、これが、通貨ペアなんですけども、これより、いっぱいあります。何でも、通貨を取れば通貨ペアを、作ることができるんですけども、例えば、ドル円。見えますよね、一番上に。多分みんなが、一番身近に感じる、やっぱ円絡みが全部上から1、2、3、4、5、6、7、7つありますが、このあたりを覚えたいですね。例えば USD であればアメリカのドルのこと。例えばユーロであれ、EUR であればユーロ。ヨーロッパで使われてるお金ですね。で、GBP だったらポンド。イギリスで使われてるお金。このあたりのこのシンボル、3つの、アルファベットの並びを覚えてですね、これはどこのお金だっていうのを覚えていきたいですね、最初のステップとして。で、これを覚えると本当に取引が楽しくなります。っていうのは、もう何のことかさっぱりわかんないけど、とりあえず取引しちゃえで終わってしまうと面白くもないし、あとその通貨ペアに対する知識がなかったら、本当にそれこそ何もテクニカルも利用せずやってしまうと、ギャンブルと変わらなくなるような。何でも投資って一緒ですよね。例えば物件投資であったとしても、FX 投資であったとしても、どんな投資でもその知識がなければギャンブルになりますよね。何でもそうだと思います。なので、せっかく取引するなら楽しくしたいので、できたらこのあたりの通貨ペア、初心者の方には通貨ペアを覚えていっていただきたいと思います。で、次に行こうかな。次に行きますね。で、この通貨ペアを覚えれば、次には、その取引方法なんですけども、本当に簡単です。そもそも、正直に言うと、バイナリーオプションをギャンブルとして使う方もいてます。で、その理由としてはすごい簡単だからです。で、このステップとしては、この1、2、3なんですけども、例えば、ロー、ありますよね。で、その次に購入額、購入額を入力するところがあります。ここに購入額を入力して、例えば100円とか120円とかでも大丈夫です。で、1000円とか5000円とか、入力して、で、次に購入っていうボタン、これを押すだけで取引が簡単。こんな簡単になると、それはギャンブルとして利用することもいると思うんですけども、そもそも取引法はこの3ステップで本当に可能です。皆さんデモ講座とかもあるんで、BT オプション登録していない、口座開設していない方も、今すぐデモ講座を利用して一度取引することもできるので、ぜひこれを見て、時間あるんだっていう方は、ぜひデモで、見ながらですね、ナンシーのこの解説を、聞いてください。ということで、とりあえずそれはさておき、で、この3ステップ、なんと簡単。で、次に、取引の、種類が2つあります。 BT オプションでは2つ、他の会社であればなんかいろいろラダーとかあるんですけども、 BT オプションはあえてシンプルにしているのは、初心者の方でも、スタートができて、で、ナンシー的にはなんかもう別になんか複雑な取引のあればいらないかなみたいな感じなんで、できるだけシンプルにしようということで、オプションオンデマンド、OOD ですね、略して OOD とハイロー取引、この2つが存在します。ちょっと待って。ということで。では、とりあえず、それを説明していきます。まずは、オプションデマンド。これが一番人気ありますね。で、多分、初心者の方であれば、このオプションデマンドっていうものが、多分、一番取引しやすいと思います。FX のスキャルピングみたいな感じですね。1分内でのスキャルピングと変わらないです、やり方は。で、このオプションデマンドを選択、してですね。で、今、ここでは GBP、USD、ポンドドルですね、を見てるんですけども、オプション期間&ペイアウト、今60秒っていうのが表示されています。で、80%。これどういうことっていうのは、60秒なので1分取引ですよね。なので、今、
今ここのレートで購入したら、あと1分後には上がってる、このレートより、それとも下がってるっていうのを予想します。で、80%っていうのは、仮に100円で購入した場合は、利益、予想が的中した場合は、これが180円とプラス80円の利益になりますよということです。なので、仮に1000円であれば、プラス800円になるし、仮に1万円であれば、8000円になります。合ってるよね。合ってる。計算弱いんで。はい。ということで、こんな感じです。OK ですか？ここまで。で、次ね、オプションオンデマンド。はい。一番人気あるので、多分スタートのビギナーとしては、オプションオンデマンドから私であればスタートします。簡単なんで。で、このオプションオンデマンド、1分、3分、5分と、この3つがあります。はい。で、通貨ペアは、選択して、それは多分誰でも分かると思う。はい。で、次に、ハイロー取引の説明に参りたいと思います。で、ハイロー取引なんですけども、基本的にはこのハイロー取引、例えばですね、ここの開始時間、はい、18時半と書いてありますが、で、次にこの縦線で締め切りというのが見えますが、ここが、開始、すいません、開始時間、はい、から締め切りの間で購入をしてくださいっていう形です。で、ハイロー取引っていうのはあれ、っていうのは、取引時間としては、何分だったっけ？ 3 分、15分、30分、1時間。はい。この4つの提供があります。OK ですか？で、要するにこの開始時間と締め切り間に取引、はい、購入をして、で、この締め切り後から次の縦線。はい。これが失効という時間で、満期のことですね。この満期の時間までに、予想が当たるか、外れるかっていうのが決まります。はい。この締め切りから満期まで、失効時間までっていうのは、何も取引できなくて待っているような状況なので、結構このハイロー取引、ちょっと嫌だな、怖いなっていう感覚を持っている方は結構多いですね。しかしですね、このハイロー取引のいい部分としては、雇用統計などの使用発表っていう経済指標が発表されることがあるんですけども、この時に、すごい相場って上がったり下がったりするんですね。はい。すいません。で、上がったり下がったりするんですけども、この時にちょっと上がっただけでもうすでに利益が出ている時があります。で、こういう時に権利放棄っていう、サクッと、もう本当に短時間のトレードでサクッと利益を取ることもできて、まあ逆に言えば自分が予想していない方向に動ければ、それこそマイナスになるんですけども、もうサクッと権利放棄をしてしまうと損失も抑えれるっていう、はい、権利放棄がすごい、とてもいいところなんですけども、何社基本的に通常はオプションデマンド取引で、はい、バンバン取引をして、で、権利放棄がしたい、はい、経済指標発表とかで、こう、すごい動くときに、ちょっとだけ取引したら、もうそれでディグいたいっていうときはですね、ハイロー取引に切り替えることが多いですね。はい。ということで、以上です。で、次、チャートのパターンを見ていきたいんですけども、みんなからちょっとチャット、コメント、クーさん、こんにちは。初心者じゃないけど、利益は初心者なので来た。一緒に頑張りましょう。はい。ということで、ありがとうございます、クーさん。はい。で、チャートのパターン。では、次に、バイナリーオプションのことは、まあ、だいたい通貨ペアとか、そのあたりは分かった。取引方法も分かった。で、次に、取引をするための、何を根拠にこう取引をしたらいいかっていうポイントを説明していきたいんですけども、まずは、チャート、これ、ちょっと、はい。カナディアン円のチャートをちょっと表示しているんですけども、これをパッと見たとき、皆さんどういう購入、どっちの方向、ハイかロー、どっちの購入をしますか？相場、こう、レートを見ていったら、上がっていますか？下がっていますか？はい。ナンシーであれば、これはチャートは上がっているって言いますね。なぜかというと、この線を引くと、こういうふうにライン手法って言うんですけども、こういうふうに線を引くと、こう、チャートのレートがこう上がっていることがわかりますよね。線が引けますよね。はい。2ポイント以上線が引けたら、それはラインが引けるので、それで取引を行う方も結構います。で、これは本当に基礎的な基礎のところで、これさえ、覚えていれば、
とてもためになります。なので皆さん、初心者の方は必ず LINE 手法を身につけていただきたいと思います。で、このカナディアン円っていうチャートを見ていますが、カナディアンドル円ですね。これを見ているとどういう意味かというと、今カナディアンドルが買われていて、円が売られているっていうことがわかります。なので上がってるんですね。仮にこれが例えば下がっているチャートであれば、どういうことかというと、カナディアンドルが売られて円が買われている、円が強くなっているってことがわかります。はい。で、とりあえずこれはアップトレンドで、わかった？大丈夫？はい。で、次いきますね。で、ダウントレンドの説明、言っちゃった。はい。これは、何のチャートかというと、ドル円ですね。ドル円チャート。はい。で、これはドルがどうなっている状態ですか？これはチャートが下がっていますよね。はい。線を引くことができます。なので、こんな感じだね。はい。3つぐらいポイント、はい。こう、線をトレースすることができます。なので、ドル円のチャートを見ていると、ダウントレンドっていうことで、ドルが売られてて、円が買われているっていうことがわかります。OK ですか？なので、取引のポイントとしては、こういうタッチしているときに、ローって入れるのが、一番グッドな、はい、取引方法です。はい。では、次いきますね。レンジ相場。言っちゃった。毎回言ってる。すいません。ですね、次これ。上がってもいない、下がってもいない、どちらかというと、行ったり来たりしているなっていうのが、これがレンジ相場と言います。で、何者は逆張りなので、すごい上がっているなっていう時に売りたくなる。あるいは、すごい下がっているな、そうしたら買いたくなるっていう、あなた。はい。逆張りです。で、この逆張りにとっては、このレンジ相場っていうのがすごい取引しやすいんですね。もう本当に見事に、ナンシーも、こういう時こそ利益をちゃんちゃんと、はい。利益上げれるんですけども、こういう時は水平線という横の線を引いていきます。で、2ポイント以上レートがタッチするところにこう引いていくんですね。なので、下にタッチすると、この矢印のポイントで買い購入をする。はい。で、上の矢印、こう下向きのやつのところではロー購入をしていくっていう。はい。上がったらロー、下がったらハイみたいな、こういう形で取引をしていきます。大丈夫ですか？もうこれさえ分かれば誰でも取引が可能です。本当に本当に。はい。本当にできますよ。ということで、実際にちょっとブラウザー取引の画面に切り替えてですね、ちょっと説明を行いたいんですけども、見えるかな？ 太郎さん、お金ないので休憩中、勉強中。お金ないので 寂しいですね、お金ないって。そんなことないでしょ。大丈夫ですよ、太郎さん。もうどうにか友達からでも、もう 1000円ずつ集めて頑張ってください。5000円なんで、入金。はい。頑張りましょう、一緒に。ということで、とりあえずですね、ナンシー、ちょっとログインをします。ナンシーのログイン情報バレたらちょっと嫌だな。ちょっと待ってね。さっきログインしてたのにね、なんか勝手にログアウトされるんだよね、これ。時間経つと。ちょっと待って。みんな、ナンシーの雇用統計放送見た？もうボロボロだったよ。びっくりした。いや、ボロボロじゃない。ボロボロじゃない。結局はプラスで終わったんですけども、お通夜トレードでしたね、本当にあれは。見ていた方だったら知ってると思うんですけど、なんし YouTube に上げたんですけど、著作権で音楽の問題でね、ブロックされたんですよ。だから皆さん、見ていない方は気になるっていうことは、ナンシーの、はい、ブログ、下にリンクがあるので、ブログにアクセスして、雇用統計ナイトの記事を見に行ってください。そこだとはユーストリームで、はい、動画を見れるので、びっくりします。ということで、今、ブラウザ取引画面に、はい、ログインをしました。で、ここで、こうやって、マイレポートとか、ご入金とか、ご出金とか、いろいろ見れるんですけども、ナンシーはオプションデマンド、はい、が好きなので、オプションデマンドを選択します。で、先ほどの LINE 手法なんですけど、皆さんがちょっと取引のしやすいドル円を見ていきたいと思います。ちょっとね、遅いね。ちょっと選択ができないな。あれ？いけた。いけたと思ったらクローズされる。
はい、ドル円。これでいきましたね。で、次に、はい、ライン手法を使うときに、このままの1分取引だと、どうしてもちょっと、何ですか、チャートの全体的な流れが見えないので、こういうときは1分ではなくて、5分をちょっと覗いてみます。で、5分足で覗いたときに、どのようなレート、チャートかっていうのがもっと見れます。あ、今見てください。これダウントレンドですよね。で、今抜けそうか抜けないかなっていうところなので、何しであればこれローに入れます。わかりますか？こう、下方向、下、ダウントレンドになってますよね。でもここをブレイクすると、なんとそのまま上がってブレイク、ラインをブレイクしてしまうとそのまま上がっていく可能性もあるので、ちょっと待ってくださいね。ロー、ちょっとナンシー5000円でロー入れます、はい、で、そうですね、これで5000円ロー入れました。で、基本的にはここのライン、先ほど5分取引の方で見たときはここをブレイクしてしまうとそのまま上がっていく可能性があるので、こういうときはブレイクをしたらもう諦める。だ、取引って 100% はないんですよね。何の手法でも一緒なんですけど、 100% って勝てるっていうことではないので、できるだけ負けを抑えて利益を伸ばすっていうことが重要だと思うので、ここでブレイクしたらもう諦めっていうことで、その日は取引しないとか何しだったらちょっとできないんだけどね。でもとりあえずブレイクしたらこの取引はちょっと様子見っていう状態になります。はい、しかし先ほど説明したようにダウントレンド、はい、正しい判断だったみたいですね。結構下がっていってます。で、残り10秒とここに縦線が出ているので、今緑色にこの私が購入したとこのレートが緑色になってるってことは利益ということになります。で、これ下にスクロールするとあと3秒ということで、多分利益が、あ、なんかおかしくなってるな、見えない、はい、利益が出ていると思うので、ちょっと下にスクロールしたいんですけども、あれ、なんでだろう、画面が見えないな。はい。ということで、5000円、はい、購入したものが9000円となりました。なので、プラス4000円。今、たったこの1分で、プラス4000円になりました。いえ。ということで、まあ、とりあえず、これが取引の説明です。OK ですか？ここまで。で、ハイロー取引の説明もちょっと簡単に行いたいと思います。これ、オプションデマンド。今、やったものがオプションデマンドなんですけども、次にハイロー取引を見ていきましょう。はい、はい、これハイロー取引ですね。あ、これハイローになってないな。ハイロー取引、あ、変わりました。で、ドル円をちょっと見ていきたいと思います。必ずですね、ここでドル円を、ここのハイロー取引かオプションデマンドを選択した後に、ここのオールっていうところで、あれ、なんか表示がおかしい、ここでですね、通貨を選択します。私はドル円をしたいので、ドル円を選択します。はい、ドル円選択しました。で、ダウントレンドになってると思うので、あ、でもちょっとレンジっぽいね、今。どうしよう。わかんないわ。ちょっと取引時間もないので、ちょっと長めの取引を見ていきたいと思います。11時55分。これダウントレンドになっていますよね。なので、ここで、ちょっと、1000円で購入したいと思います。で、このハイロー取引なんですけども、基本的には今開始時間10時55分、まあ日本時間であれば11時55分に開始をして、締め切り、この2番目の縦線っていうのが11時45分、要するに日本時間の12時45分ですね、に終わります。で、この終わるところまで購入を足すことができるので、ナンシーであれば、ハイロー取引は焦らずに取引が可能なので、今ローしましたよね、ここで。で、ダウントレンドだと思ってるので、この線をちょっと、このあたりかな、みたいな感じで浮かべながらですね、もうちょっと上がってきたら、さらにローを入れます。で、逆にもうそれ以上に上がってきたら、今度はレンジ相場として考えようっていう切り替えができて、今度はこの一番上の高いレートがありますよね、左側に。だいたい何時ぐらいかな？ 10 時半あたりっ
ていうところ、このレートまで来たらさらにロー購入をしていくっていう、はい、ちょっとマーチンゲールって言うんですけども、FX であれば難品とか言いますよね。この方法で取引をだんだんこう追加していくような形ですね。あ、例えば今であればちょっと2500円でさらにローを入れる。はい。で、これが終わるまで、終了するまではちょっと放送はできないんですけども、基本的には廃炉取引っていうのはもう本当にこの締め切りまでは購入を足すこともできるし、でも逆に言い換えれば権利放棄という途中で決算することもできます。で、ちょっと下に、下に持っていきたいんですけど、なんか画面がおかしいな、いうこと聞かん。あれ？なんかおかしいよ。なんでだ？はい。下にスクロールをすると、あ、もうスクロールができないですね。なぜか。なんでだ、なんでだ。はい。はい。ここに取引中と出ていますね。で、廃炉取引であれば、必ずこの右側に黄色いボタン、こう、再生マークみたいなのがあるので、これをクリックすると、権利放棄。ああ、やばいね。結構上がってるね、相場。はい。例えば、これが権利放棄パーセンテージって出てるんですけども、ここでですね、40.58 とかなっていると、これは 100% 以上超えなければ、この購入額自体戻ってこないっていうことになります。なので、120% であれば、購入額以上が戻ってくるし、も利益になっていますが、これであれば、購入額1000円であれば400円しか返ってこないということで、600円のロスになります。はい。なので、ナンシーであれば、これもレンジ相場と見てですね、ここで追加していったりするんですけど、まあ、今日は追加しないです。とりあえず、ちょっとボタンを押してみますね。この1000円の。はい、ボタンを押すと、プレイ作成ボタンみたいなマークを押すと、権利放棄とこのような表示があります。で、権利放棄ってボタンをクリックすると、この権利放棄は確定して、この545円とか515円っていう額が戻ってきます。でも、ナンシーはとりあえずこれ最後まで待とうと思うので、このまま放置します。はい。ということで、これ以上です、説明。で、あとはですね、これちょっとログアウトして、どうしても取引で、ちょっと当面、ちょっとデモ講座で試して、自分の、こう、何ですか、取引に対する自信をつけていきたいっていう方はですね、この本、system.bit-topia.com ですね、こちらにアクセスしていただいて、で、右側のホームページという黄色いボタンがあって、その、2番目下ですね、デモ講座っていうボタンがあるので、こちらをクリックすることによって、デモ講座、何度でも取引できる、はい、デモ講座にアクセスすることができます。しかし、注意していただきたいのが、履歴というのは、一旦もうこのデモの画面からログアウトしたり、こう、離れてしまうと、履歴っていうのは残らないので、どうしても履歴を毎日つけていきたいんだっていう方はですね、このマイレポートっていうとこをクリックして、で、抽出、データを抽出してですね、それを保存していくっていう、はい、こういうやり方しかもうないと思います。はい。なので、そのようにご利用ください。ということで、本日はこのあたりで終了したいと思います。みんな大丈夫かな？あ、よしさん、ナンシー、こんにちは。ポチッとして、やっと間に合った。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、皆さん、またボーナスキャンペーン、ぜひ、BT オプションまだ口座開設していないって方は、今がチャンスだと思うので、ぜひ口座開設してください。ということで、本日お越しいただきありがとうございました。じゃあ、みんな、またね。バイバイ。